続きまして、ご来賓の皆様からご祝辞をいただきます。最初に南丹市長西村良平様よりご祝辞をいただきます。西村様は本日オンラインにてご出席いただいておりますが、事前にいただいておりますビデオレターを放映させていただきます。どうぞご覧ください。本日は京都大学フィールド科学教育センター研究林100周年記念式典の開催を心からお喜び申し上げますとともに、亜州研究林の所在地である南丹市を代表して一言お祝いの言葉を申し上げます。研究林は大正10年京都帝国大学亜州演習林として京大の総長と地権者でございます久我座財産区管理者の当時の地位村長との間で地上権の設定契約を締結されたというふうに聞いております。平成15年にはフィールド科学教育研究センターの発足に伴いまして、森林ステーション亜州研究林と改名されたところでございます。大正、昭和、平成、令和と時代は大きく変遷する中でございますが、亜州研究林は一貫して学術研究実地演習の場として動植物の生態や分類に関することや林産業に関わること、さらには自然環境に関することなど、さまざまな分野の研究が行われ、我が国の自然科学の発展に大いに貢献をいただいたところでございます。関わっていただきました歴代の学長様をはじめ、多くの研究者の皆さん、そして学び育っていかれた卒業生の皆様に心からそのご努力に敬意を表する次第でございます。私も昭和51年度の卒業生としてこの研究林に初めて来させていただいて、圧倒的な原生林、そして源流の美しさ、澄んだ空気には大変感銘を受けたところでございます。その後何度か亜州の演習林は訪問させていただきましたが、トリカブト以外の下草が全部なくなっていたのには驚きました。野生鳥獣の食害によりまして変わり果てた姿を見たときは本当に残念に思いましたが、関係者の皆さんの必死の努力でその植生の回復にもご努力いただいておるというふうに聞き及んでおるところでございます。さて、本式典の祝辞を述べるにあたり、大学のご当局の方から今回の地上権の設定契約の締結に至るまでのご苦労話というものを述べるようにと言われておりますが、しかしながら大学ご当局および地元の久我座財産管理会の関係の皆さんのそれ以上の苦労というものはございません。大学と地元とが本当に話し合いを続けた結果、見事に新しい契約にたどり着いたわけでございます。ただ南丹市といたしましては、地元の自治体、また京都府ですね、京都中部の自治体と京都府とが協力して森の京都をの活動を進めていこう、あるいは丹波高原国定公園の指定に向けた調整などで市が一定の関わりをさせていただいたことは事実でございます。しかしながら改めまして、今回の締結が成功裏にできましたことを大変嬉しく思っておるところでございます。一つエピソードといいますと、地上権の設定登記の中で平成2年と
という言葉が記載されておりましたが、それが間違いでございました。南丹氏が間違えたのかなというふうに心配しておりましたが、法務局の誤りということで令和2年に法務局として訂正をされたということで、大変珍しいケースであるというふうに聞いております。南丹氏のことも少しお話をさせていただきますと、南丹氏は農産物を中心とした食の宝庫でございます。一昨年の天皇陛下が大乗殿にて捧げられたお米は南丹市の市内の祭殿から取れたお米で、まあ、大変おいしいと評判でございます。でまた京野菜、それから丹波大納言の小豆とか、丹波黒、黒豆でございますとか、あるいは栗、そして、まあ、現在特産物化を急いでおりますが、山椒ですね、朝倉山椒の取り組みなど、これからも京都丹波の食の地域、食の南丹市と言われるような、まあ、そんな取り組みを進めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。まあ、さらには歴史や伝統文化の宝庫でもございます。かやぶきの里に代表されます伝統的建造物の保存、そして、南丹市園部城ですね、日本で最後に築城されたお城、さらには日本で一番古い生見天満宮、これも園部にございますが、さらには中世の代表的な大規模な山城でございます八木城跡でございます。キリシタン武将内藤常庵が活躍した、城主として活躍した、そんな史跡もございますし、南丹市の魅力をこれからも発信してまいりたいというふうに思っております。さらには観光施設として三山文化村やスプリングス日吉、そして瑠璃渓温泉、これらは年間200数十万人の人が訪れるという大いに賑わう施設でございます。こういった南丹市の魅力をさらに深めていくため、広げていくためにも亜州の研究林というのはとても魅力的でございます。私がかつて訪れた時も8キロ近くあったと思いますが、2時間かけて亜州のトロッコ道を歩きました。日本の近代産業遺産として登録もされておると聞いておりますが、なんとかこれも一定の条件、限られた制限の下で観光に活用できないかということで、将来への夢を膨らませているところでございます。亜州研究林におかれましても、一般市民対象の開放講座でございますとか、地域の親子を対象とした開放事業とか、あるいは一般の方々も見学をガイド付きで見学が行われるという、いろんなご協力もいただいておるところでございますし、こうした夢に向かって一緒に取り組みがしていけたらというふうにも思っておるところでございます。いずれにいたしましても、今後とも亜州研究林が学術研究、そして人材育成の拠点となって、我が国の自然科学分野をこう引っ張っていけるような、そういう優秀な研究者を世に送り出していただくことを期待いたしますとともに、南丹市発展の一つの拠点としても活躍いただくことを大きく期待をいたしておるところです。結びにあたりまして、京都大学フィールド科学教育研究センター亜州研究林の今後ますますのご発展、そして本日ご列席の関係者の皆さんのご健勝ご活躍を心からご祈念を申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。南丹市長西村様、ありがとうございました。続きまして、文部科学省高等教育局専門教育課課長補佐菊池博之様よりご祝辞をいただきます。
菊池様は本日オンラインにてご出席いただいております。菊池様、よろしくお願いいたします。この度、京都大学フィールド科学教育研究センター研究員100周年記念式典が盛大に挙行されますことを、ここよりお祝い申し上げます。フィールド科学教育研究センター研究員は、大正10年に亜州演習林として発足されて以来、100年もの長きにわたり、森林教育の実習の場として、多くの優位な人材を育成されるとともに、森林研究の場として林業や動植物、自然環境などに関する多岐にわたる研究を進め、我が国の発展に大きく貢献してこられました。これもひとえに歴代の総長、センター長、研究林長をはじめ、本日ご臨席の関係各位のたゆみないご努力やご支援の賜物であり、深く敬意を表します。現在世界では深刻な環境問題を引き起こしつつある状況において、人と自然が密接につながりを持ちつつ持続的な発展を遂げていくことが求められております。このような中、木センター研究林におかれましては、文部科学大臣が認定する教育関係共同利用拠点として森林フィールドを活用して人と自然とのつながりを学ぶ高度で実践的な特色ある教育を全国に展開されるとともに、人と自然の共存に資する学際的な研究を推進しておられます。また昨今では、全国大学演習林協議会の会長校として新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、全国の演習林に共通した課題の解決や教育研究の充実に向けてリーダーシップを発揮されております。今後ともこれまでの良き伝統を受け継ぎつつ、ますますの成果を上げられますことを大いに期待しております。結びに、本日ご臨席の皆様におかれましては、引き続き京都大学フィールド科学教育研究センター研究理に対するご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、センター研究理に並びに皆様の今後のますますのご発展を心より記念いたしまして、お祝いの言葉といたします。本日創立100周年、誠におめでとうございます。菊池様、ありがとうございました。続きまして、全国大学演習林協議会より副会長である島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター准教授山下多聞様よりご祝辞をいただきます。山下様は本日オンラインにてご出席いただいております。山下様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました、全国大学演習林協議会副会長の山下と申します。ご紹介ありがとうございます。京都大学フィールド科学教育研究センター研究林の創立100周年を心よりお喜びお祝い申し上げます。このような記念すべき式典の場にお招きいただきましたことを感謝申し上げます。本日は全国大学演習林協議会を代表して一言、お祝いの言葉を申し上げます。全国大学演習林協議会は昭和26年に設立され、北海道から沖縄県まで文字通り全国の27国公立私立大学が加盟しています。そのうち京都大学に北海道大学、東京大学、九州大学を加えた4大学が常任理事校として大学演習林の教育研究活動を長年にわたり牽引してこられました。京都大学研究林をはじめ常任理事校演習林の皆様には感謝しております。全国大学演習林協議会のこれまでの活動を振り返りますと、平成時代の前半は全国の大学演習林における酸性雨観測、フェノロジー調査や広葉樹林長期動態調査などの共同研究が盛んに行われた時期でした。当時の全国大学演習林協議会総会時には研究集会なども合わせて開催されていました。川鍋三郎先生はじめ、京都大学研究員の先生方には大変お世話になりました。
平成時代の後半は教育活動により重きを置くようになり、公開信任実習、そして教育関係共同利用拠点事業が始まりました。演習林が教育関係共同利用拠点の対象施設となったことに伴い、柴田正蔵先生、吉岡隆人先生の奔走により、全国大学演習林協議会と文部科学省担当者との意見交換の場を繰り返し設けていただきました。より有意義な、そしてより効果的な教育関係共同利用拠点はどうあるべきか議論を尽くし、現在の教育関係共同利用拠点制度となっています。現在、京都大学研究林は教育関係共同利用拠点に認定されるとともに、複数の公開森林実習を開講し、毎年全国からたくさんの受講生を受け入れていただいています。令和の時代が始まり、3年目を迎えました。平成時代の後半は共同研究停滞の時代でしたが、令和になり、再び共同研究の機運が高まってきています。データサイエンスの進展も相まって、全国の大学演習林がこれまで100年以上にわたって蓄積してきたデータの重要性が再認識され始めたんです。令和の共同研究においても、石原雅恵先生をはじめ、京都大学研究院の先生方には、リーダーシップを発揮していただき、頼もしい限りであります。令和は、ビューティフルハーモニーの時代であり、教育活動と研究活動とのバランスの取れた大学演習林の運営が望まれます。教育活動と研究活動のバランスと申し上げましたが、折しも令和3年2月9日の中央教育審議会大学分科会において、教育と研究を両輪とする高等教育のあり方について、教育研究機能の高度化を支える教職員と組織マネジメントが公表されました。詳細は省略しますが、タイトルの教育と研究を両輪とする高等教育に関連して少しお話ししたいと思います。演習林での教育は実習科目を中心に森林学のカリキュラムに則った科目群で構成されています。森林学の実学的、応用学的性格から大きく分けると、技術者教育と科学者教育に二分されるかと思います。フォレスター養成系とフォレストサイエンティスト養成系の二系統の実習があるとも言えます。そのため、演習林において実施されるべき実習教育は多岐にわたり、特に教職員の人数の限られた小規模大学においては、森林学の体系的、網羅的な実習教育が困難な状況にあります。この困難な状況を打開する一つの方法として、令和元年の全国大学演習林協議会総会にて、教育関係共同利用拠点ワーキンググループよりご提案のありました。教育関係共同利用拠点など既存の仕組みを活用して各大学で不足している資源を補い合う取り組みはこれからの森林学の一層の発展に欠かせない考え方であると思います。まずは地理的に近い各ブロック内での相互扶助が考えられます。京都大学研究林と常任理事交換の連携は不可欠ですが、京都大学研究林と西ブロック厚生校演習林の協調関係構築が今まで以上に重要になるはずです。森林学における技術者教育については、明後日令和3年3月17日に日本森林学会の企画として、技術者教育から見た4年生大学教育の現状、中間報告会が予定されています。全国大学演習林協議会としても、演習林における技術者教育と科学者教育のあり方について改めて考えるきっかけとしたいと思います。京都大学研究林には、これからも全国の大学演習林での教育及び研究両面における主導的役割を果たしていただければと期待しております。
最後に本日ご臨席の皆様方におかれましても引き続き京都大学フィールド科学教育研究センター研究員に対しより一層の温かいご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに京都大学並びにご臨席の皆様のさらなるご発展を心から記念しお祝いの言葉とさせていただきます。ありがとうございました。山下様ありがとうございました。ご祝辞を頂戴いたしました皆様、誠にありがとうございました。今後とも京都大学の研究林へのご理解お力添えをいただきますようお願い申し上げます。続きまして本日のご列席者の紹介をさせていただきます。本来なら皆様からお言葉をいただきたいところですが時間の関係上、私の方から本日お集まりの皆様を簡単にご紹介させていただきます。研究林の活動を支えていただいている地域の皆様や、国・地方公共団体の職員の皆様、保全活動に ご協力いただきました市民ボランティア・猟友会の皆様、社会連携関連のイベントや公開講座などにご協力ご参加いただいてきた皆様、ご寄付や研究助成などさまざまな形で研究林の活動をご支援いただいている個人や企業各種団体の皆様にもご列席いただいています。またこの100周年を機に京都大学農学部林学科 OB 会クローネ会と京都大学学士産学会の皆様を中心に結成していただいた亜州研究林を守る会のメンバー並びに指名会会員の皆様、森林学会をはじめ関連学会や全国の大学演習林関連の先生方、研究林試験地を教育や研究に使っていただいている学内や他大学研究機関等の研究者や学生の皆様、京都大学をご退職された名誉教授の先生方や本学のさまざまな部局の先生方や職員学生の皆様など多数ご参加いただいております。また演習林や研究林を退職された教職員 OB や現役の各地施設の教職員も本日はオンラインで多数参加してくださっています。すべての皆様をご紹介しきれていないかもしれませんが失礼の段ご容赦ください。そして改めて皆様にお礼申し上げます。さて予定していた終了の時間が近づいてまいりました。本日はオンラインでの開催という形になりましたが、皆様のご協力により無事式典を進めることができました。皆様に心より感謝申し上げます。それでは以上をもちまして、京都大学フィールド科学教育研究センター研究林100周年記念式典を閉会させていただきます。